中川先生の優しいビジネス研究。本日は私の最新の研究の一つ、当社のやさび総研の研究員の樋口さんと一緒に、また他大学の先生と一緒にやりました、急成長できるようなスタートアップの要因分析、そんな研究成果を紹介していきたいと思います。この研究の狙いというのは、日本においてはもっともっとスタートアップが元気よく加速的に成長しなきゃいけない。そして世界のスタートアップを見ますと、わずかに短期間のうちに急激なエクスポーネンシャルなんて言い方します。指数関数的という言葉なんですけども、こういう成長するスタートアップが多い中で、日本においてはこの角度がそんなにつかないよねと、これが一つ問題されてるんですね。なかなか新しいスタートアップがガラリと社会を変えるというようなダイナミズムがない。そこで日本において重要と考えられております考え方が、ブリッツスケーラー、ブリッツ、電撃的なスケール、成長する会社ということで、このブリッツスケーラーたるためには短期間のうちに資金調達をし、一気に企業としての基盤を整え、サービスを整え、そして一気に巨大産業を作っていく、これが必要になってくるわけです。これにあたって幸いなことに三井住友信託銀行様が毎年スタートアップサーベイという調査を行っておりまして、こちらのデータを利用させていただきまして、なんとスタートアップ500社を超える企業のデータを使わせていただき、私たちは何を研究したかというと、短期間のうちに資金調達を果たして経営基盤を整える、このブリッツスケーラーたる前提条件となってくる短期間の資金調達に成功した会社ってどういう特徴を持っているのか、これを分析してみたんです。じゃあ私たちがどういう分析をしたのかと言いますと、まず創業5年以内の会社、そう、創業からわずかの期間までに調達総額10億円以上調達できたような会社ということで、これに該当するのが528社のうちで31社あったわけなんですけれども、この創業5年以内に10億円以上、これを達成する人たちがブリッツスケーラーの候補の企業だというふうに続けまして、この人たちが他のグループに属する企業よりもどんな際立った特徴の違いがあるのか、これを平均値の比較で分析をしていく、そんな研究をしてみました。皆さんが知りたいのは結果だと思います。結果はこんな感じ。まず第一に、これらの会社の企業概要をチェックしていきますと、もちろん大きく違うのは正規雇用人数が大きく違っている。このブリッツスケーラーと言われる人たちは創業5年以内にもかかわらず、なんと正社員で平均58人も雇用しているということで、一気に集めた資金で正社員をたくさん集めて企業としての概要を固めている、そんな実態が見えてくるわけですね。で、ランウェイ期間というのは何なのかと言いますと、これはですね、この調子でいくと資金が枯渇するのは何年ですかというところで、それはたくさん資金を調達していればランウェイ期間というのは当然長くなってくるんですけど、一般的にベンチャー企業というのはランウェイ期間というのは1年から2年ぐらいというふうに言われているんですけれども、そうなんです。皆さんこれぜひ知っておいてください。ベンチャー企業というのは常にランウェイ期間としては1年ぐらいで、その間に資金を使って成長し、次の資金調達を行って成長する。そういう生き物なんですね。それで言いますと、ご覧の通り、他のサンプルのランウェイ期間がおよそ1年ぐらいであるのに対して、このブリッツスケーラー候補とされる人たちは21ヶ月あるということで、明らかに長い、大きな正社員数を誇り、そして長い期間活動していける、こういうあたりの経営基盤をきちんと整えて成長のためのベースを作っているということが言えます。ここまではね、そりゃたくさん資金調達したんだから、そりゃそうだろうなわけですけど、ポイントはここからですね。じゃあ一体この人たちはどういうような経営をしているのかという話ですけども、まず財務的な特徴ということで言いますと、やっぱ売上の成長率においてはっきりした良さがあるわけです。平均値で 113%、売買ゲームを成功させているわけです。そしてそんな中でも粗利で 30% をキープしていますという状況にありまして、いいですか？ベンチャー経営においてはあらりってめちゃくちゃ大切なんです。ベンチャー経営においては純利益はそんなに重要じゃないです。なぜなら、お金が余ってるのは残ってるお金の分はしっかり金を使って成長に投資をしろということで、基本赤字で走るっていうのがベンチャー経営なんですね。
ただそんな中でも粗利が出てるってのは大切なんです。粗利が出てるっていうのは普通にサービスを提供してれば黒字になっているわけで、広告投資、成長のための投資を止めれば粗利分だけ儲かりますよね。これが見えてるからこそ投資家は投資ができるわけなので、純利益ではなくてベンチャー企業の経営の良し悪しは粗利で見る。特にですね、研究者の皆さん、この辺りすっごい無頓着に研究するんでいいですか、粗利で見るんですかね。これらの会社がどれくらいポテンシャルがあるか粗利で見る。話がそれました。そんな中で言いますと、同じく創業5年以内で10億円未満調達している会社とはとりわけはっきり違いがありまして、やっぱきちんと儲かる構造がベースとしてできていて、その上で売上高成長率が高い。売上利益において、やっぱり成長ポテンシャルをきちんと持てているというのは大切。翻って言えば、皆さんがベンチャーを起こそうと思ったとき、どういう基準で見ればいいかといえば、利益のポテンシャルが高い、粗利が出ているということと、そしてしっかり売上高が成長している。この2点で見るべきだということになります。では、経営上ブリッツスケーラーはどういったことを特徴としているのかということで言うと、プロダクト開発にフォーカスをしているというのが大きな特徴になります。ずっとこうプロダクトを磨き続けているということですね。どうしてもですね、ベンチャーをやっていますと多角的にいろんな収益源を確保したいなと思うんですけども、まあ、こちらで言うと一番下になりますけれども、新商品新サービスの開発ということはそんなに力を割いていないということが分かりまして、メインプロダクトに経営資源を集中しているんだということになります。またもう一個興味深いのは、新規開拓にエフォートはそんな割いていないという回答が多いわけなんですね。これは何を意味しているかといえば、営業していないとかマーケティングをしていないということではなくて、客が増えやすい構造を作っている、そこにリソースを割かなくても客が増えるという構造を取っているんだということを意味しています。その一方で、じゃあ客が増えてくるんだとしたら、そんな中でどれくらい手離れよくオペレーションを効率できているかがポイントになってくるわけで、業務オペレーションの効率化にリソースを集中している、こんなあたりが出てくるわけです。それから、ブリッツスケーラーになり得る企業というのは、投資家戦略をしっかりやっているというのも大きな特徴です。こちらは投資家戦略として何を重視していますかということなんですけど、いろんな要素についてチェックがたくさん入るというのがポイントでして、業績をきちんと出していくということに集中しています。資本配分にも気をつけているし、リスク管理もちゃんとやっているし、資本コストだって推定しています。いずれに関しても積極的にやっていると答えている会社が多いということで、やはり大きな資金調達をするとなってきますと、ガバナンスがしっかりしていることは大切になってくるので、このあたりしっかり力を割いているんだな、というところは見えてきます。それからもう一つぐらい特徴としましては、社員に向けてはどういう顔を見せているかと言いますと、会社の中の文化の情勢とか、社員同士の仲間意識を高められることに対して力を割いているということ、あるいはパーパス、ミッション、ビジョン、バリュー、そうしたものを徹底しているということが言われておりまして、これらが何を意味しているかというと、実はこれもですね、スタートアップ界隈では、実は知られた事実なんですね。何が大切かというと、文化が大切だと。その場その場で正しい判断をしていくためには、正しいミッション、ビジョン、バリューを持って、指示されなくても狙ったように行動していける人が揃わないことには、急速成長ができないんだということで、優秀な人材を確保し、その人材にミッション、ビジョン、バリューを徹底的に植え付けて、また入社時のギャップもなくすなどして働きやすい状況を作って、彼らが自走していけるような状況を作っていく。それが大切なんだということになります。そんなわけでざっと私たちの研究成果をお披露目してまいりましたけれども、私的にはこれもすごく大切な研究ができたかなというふうに思っております。なるほど、ベンチャー企業というのはこういうふうに成長するんだというのが少し見えてきたような感覚を持っていただけたなら幸いでして、日本はこれからもっともっとベンチャーが力を持たねばなりません。ただし、そのポテンシャルが持たないような弱小のベンチャー企業がたくさん増えてもしょうがない。スケールできていくようなベンチャー企業を育てなければいけないということで言いましたら、今回の話いろいろ参考になってくるんじゃないかと思います。そしてもちろん大きな会社にお勤めの方におられましても、ここで語られていたことを自社に持ち帰るとしたらどういうふうになるのか、いろんな観点でこの研究成果を持ち帰ってもらえたら嬉しく思っています。